さあではどんどん行きましょう。勢いに乗り続けておりますが、今回楽しみですね。あれだけ前回ムービーが出ましたので、まあまあ強いチームなんじゃない？決勝戦とかそういうことなんじゃないですか。美杉くんが試合に出ているかどうかでチームの雰囲気が変わるわね。美杉くんが試合に出てきたら要注意ね。はあ、ていうことは前半からは出ない感じか。いないっすね。うわ、中や、もう、じゃあもう、いいひんのかな、多いとか、ほら、かぶってんすよね。あずき沢や、てるばやし、もういいひんのよね、多分名前が。ソーダがいて、ソーダレベル高え、2番な。2番だけ、これ以外は怖くないと。森崎慎もそんな、多分ゴミと。美咲のデータがわからないですね。美咲じゃないや、誰や、美杉か。まあまあ大丈夫でしょう。レベル的には低かったっすけどね、高くはなかった。うちのレベルの方が高いまであるっすよ。ちょっとレベル見よう。でザキさんおるよね、普通に。何してんの、もういるよね、あんだけ言ってて。練習して馬なったみたいな体なのか。うちでも中屋とかいるんすよ。もうかぶってんすよ。多いとかもかぶってっからね。どんかぶりやのよ。恥ずかしいね。よし、行こう。こっちは川口さんいますから。いや、まあ正直余裕やと思う。その1点は取るみたいな話してたから、もしかしたらイベント的な1点を取りに来るのかもしれないんですけど、正直こっちは森崎からは8点は取るつもりで戦います。そうだ、2番のそうだでしょ。だから今回は右サイドが危ない感じなのよ。それさえ警戒しておけばおそらくは大丈夫。まずは1点もらうぜ。もう見すぎは1点を狙うでしょ。でこっちはもうすでに1点入れてしまえばもう負けはないという形になりますので、1点先にパッと取っちゃいましょう。はいよ、コンクリートン。小林だ、知らねえよ、ほんなもん。あー、ネオサイクルになっちゃうか。トラップでいけるかな。ファール、ナイスだ。よし、これファール取りやすいっすね。トラップいくとちょっとどうしてもこう厳しいキーパー来た時はこれで行こうかな、作戦として。はい、森崎失ったよ。点数大丈夫か森崎、敵ながら心配してあげよう。大丈夫か森崎、言ってもやれないんじゃなかったのか、この野郎が。はい、中谷くん、チームメイトでもあり敵でもある中谷くん。ダメ。前半は多分ね、攻撃も全然無理やと思うんですよ。まあ、ソーダがめっちゃ上がってきてのっていうパターンはありえますけど、それ以外は多分無理やから。うちの川口鉄壁やから。よし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 、当たってるよ。いや、もうややこしいね。うちもおんねん、大井くんが。あ、無理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 、絶対無理。もうそれはごめんやけど無理。川口を舐めすぎ、ほんとに。さあ、パス。ほい、うまいね。これ無理なんす、この攻防は無理やからね。しっかり足元に出してほしいんだが、そこまではパンチングですと難しいんでしょうね。取った、うわっ、田中君、ココリコ田中君、打ってきた。いや、絶対そんな大したシュートじゃない。パンチングでいいっすけど、多分キャッチもできるレベル。懸命に飛ぶ、えい。どっちの中谷くん？違うね、分からんのよ、色で判断しなあかんか。緑緑黄緑、気持ち悪い色。
翼の方までもうパンチングしてくれへんかな。こっちも緑やねんな。田中くん、翼でも取れへん。競り合い弱いわマジで。カモン、フリーなのにパス。クロスは低いボールに動きを合わせる。さあボレー来た、ザキさん届かない、中島届かない、低そうなんですけどねボレーなんて。あー行っちゃった。うん、まあ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 、あげるわ。いや運も良かったっすよ正直。全然運勝ちですこんなもん。危ないなちょっと。11番に寄せられてるけど、まあまあディフェンス能力はそんな高くないと思われるので。ワンツーでいきましょう。ほい、勇者フィニッシュでいきますわ。っていうかもうウトポルンペルンドゥでポロンペロンにしてあげよう。まずは一回見せといて、ポルンペロンドゥよ、足をポロッチ、ほらほらポルン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 ペロンペロンのペロン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 です。あー嘘、コンくんねじ込んだー、つけぶた、こわこわ、殺人ヘディング、せっ、うわ怖いな。大体殺人シュートやからポルンペロンドゥー自体が、その跳ね返りと言ってもむちゃくちゃ威力まだある状態なんですよ。それコン君の頭が多分割れるぐらい痛いはずなんですよ。その跳ね返ってもまだ網突き破るぐらいの威力ってことですから、その威力はもうコン君の脳みそを破壊するレベル。片山使おうか、ちょっと怖いですけど、ソーダがおるんですけど、追いつかれそうになったら逃げ目でいいね。勇者に戻す、あずきざわくんが来た、しゃあ、おっとあずきざわくんやるね。どうしよう、パスか、ペナルティエリア内なんですよね。トラップ行ってファール狙うのありかなっていう。こぼれて黒沢くんカット、これうちのチームですよね。よし、半信半疑ですよ、わからないんですよ本当に。コン君に合わせる、よいしょ、まあ取られてもいい、会えば会ったでラッキーやし。あずきざわくん、コン君はシュート強いぞ、なめてんじゃねえぞ、うわー強え、あずきざわ強え、詰めきれないですねここで。こぼれ玉になった、よし、マイボー、うえっ、そっちか、森崎のゴールキック独特やな、なんか。さあカミソリパスやろう、どうせ深いとこで持っとんな、カミソリパスやってくんねやろ、やらない、そうだ、一人では無理よはっきり言って。見すぎ出てきてもう1点は取るつもりなんでしょうけどね。ドリブルで来る、カミソリドリブルやね、いわゆる。やるねー、カミソリパスタ、今なん、大森に渡った、どこに渡してんねん、使うならもうちょっと前に渡せよ。
結局大井が渡した。打ってきた。二人間に入ってるように見えるが、どうでしょう。チョークキーパーではないか。黒沢、当てていく。スイス。ディフェンス能力的にはもう近いね、本当に。縦パス掘り込む。ここ、こちらサイドの大井に掘り込む。オッケー、大井くん。詰めてきとる、詰めてきとる、だるいの。ギリギリ間に合え。あー、やばい。よし、いいパス、いいパス通ったよ。いやおナイスー。オッケー、これでもう絶望の後半が始まりますわ。見過ぎにとっては言うたやん、言うたやん、守ってって。ソーダがドリブルで前に出過ぎたことが敗因です。え、言いましたよね、守っといてくれたら僕1点取るからって。3点もいかれてるやん。1点偶然の2点は入ったもののね、激切れでしょうね。ベンチで、ベンチ壊したのじゃ今頃。翼も全く疲れてないし。さあ、時間は時間、時間、時間、残り20秒。浜田、石崎、あ、石崎シュート打ちたい。石崎シュート打ちたかった。まあ、後半やな、これは。打つんかい。もう時間ないっすよ、浜田。なめとんな、なめとんな。これでも大事、ここは止めときたい。うわ、やばい。よーし、ポストシーン。あぶね。今のはちょっと危なかったっすね。オッケー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 。スクデットジャパンリードですね。2点リード。さあ、出てこい、おら。出てこい、おら。はよ。選手交代です。中谷くんに代わって、美杉くんが入ります。来た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 。もう終わってっからな、試合は。言っとくけど。こっちはサイクロンも残してるし、山猿も2発残してる。よっしゃー。もう見すぎまで渡さない、基本。コンくん、コンくんがいい動きをしている。ここで翼に渡しちゃおう。1点取ります。ヒールリフト戦略でいこうかな、かワンツーでいこうかな。はい、よし、ドライブオーバーヘッド。え、出たー。大井はここのエリア反則。いや、もうめっちゃ悪いチームやわ、反則ばっかりしてきよるわこれ。さあ、真ん中と右への意識が強いんじゃないか。よーし、バカが。オッケー。絶望やで、見すぎ。何してんねん、おい。何してんねん。1点は取るけどよー、みたいな。ほんまに1点も取れんのか、おい。見すぎまだパスしてもうてへんぞ、こら。1点すらもやらせない方向でいこう。大体神様、仏様、川口様がいるからな。背中で語っとるから、あいつが。あいつ潰して、潰して、潰して。潰した、潰した。黒沢がドリブル舐めてんじゃねえぞ。よし。舐めとる、舐めとる。見すぎに渡さんでどうするよ、ほんとに。あ、動いてない。動こう。だから、見すぎ渡した方がいいと思うで、ほんまに。敵ながら。やらんほうがいい、絶対そういうのやらんほうがいいと思う。すっごいなんかもう時間の無駄やから、そういうことやったら。
せえ。たまに入るよ、そら。たまには入るけどさ。スクリア。おお、おお、そうだ、ここにいたか。うわ、出た。もう、もうあの味方の低たらくにもうゴーニアしてカミソリシュート。吹き飛ぶ系ではないのか。いけるかー。川口、川口、くわ、カミソリ4つきた。あー、いや多分惜しいと思うんですよね。止めれる時もあるんじゃないかな。そうだが、テントリアに戻る宣言。もう遅い、今さら遅えよ。そうだ、石崎に渡しての山猿打ちますから。突っ込んで突っ込んで突っ込んで、山猿バスター行くぞーい。それさっきなんか練習しとったのは何やったんやろね。山猿バスターの威力上がってんのかな。はいはい、ありがとうございます。いやすごいよな、石崎の成長。ここから点取ってくれたらもう言うことなしですよ。ディフェンス能力も高くて、もう笑ってる。 ほんまにあの、逆にあの女なんかでも釣り合わないですよ。もっといい女いけるから。あんな殴ってくるような女、DV 女なんかいらないさ、マジで。もっと、もう女子アナ行こう、石崎。ほんまに。石崎インドリーム、叶えよう。いけるいける、全然いける、全然いける、全然いける。大井くんな、全然いけるから。モブ対モブの直接対決。大井くん対大井くんの直接対決、惜しい。ドッペルゲンガーよね、ほんまに。黒沢くん、トラップ打つんかい。え、てか見すぎ出てます？ボール見すぎくんになってない？これ大丈夫？出てるんですよね、一応試合には。山猿バスター、まあこれはもうクリア的な目的が強いですけど、クリアと時間稼ぎと。直接行っちゃうのね、これでも。石崎すごいな、よう選抜されてるな。どんだけ大学のキーパーの層薄いね、おい。ほんまか、ほんまに選抜か。ゴミの寄せ集めやないか、こんなもん。圧倒的なスクデットジャパンのパワー、全く歯が立ちません。大学選抜笑けんな、これマジで。見すぎ日本で誰も渡さへん、嫌がらせレベル。黒沢くんを、黒沢くんたちがもうややこしややこし。もうこら、黒アキラを、トシオがもういった形やね。せー、いや、コン君取ってくれると思ったよー。サンキューサンキューサンキュー。行こう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 。ソーダサイドはちょっと使わないようにして、コン君ダイレクトに攻め込んでいく。最後にここでスッと翼にスッとパスを、はい、アウトサイドで横にスッと出して、低いところですね、これ。シュートボレーでいいね。ファウルには来ない。おっと、やっぱこの時強いっすよね。うん、なんかちょっと分かってきたな。あん時強いんすよ。もうトラップの方がいいまであるわ。必殺出たらちょっとまだ別でファウルもらえる可能性あるんすけど、あん時みんなめっちゃ強い。高確率でシュートが上手い選手だとしても取られる。結構高確率で。
あんま良くないんやな、そもそも浮き玉系が。ザキさんすげえな。山猿も打てないんで、パスでもいいけどね。パスがいいからパスでもいいかなっていう。頭越していくようなパスで全然いいんやけど。はい、残り5分。圧倒的に攻め込んでいます。力の差がすごいです、本当に。これでいいのよ、全然これでいい。あれ森崎、久しぶりだな森崎よ。俺の癖まだ分かってないようやな。小林やるやん。大学選抜 S のゴールは空っぽだ。はいよ、オッケーオッケー。7対2、もう1点取るからみたいな話も嘘やし、なんとか止めてくれみたいな話も嘘やし、嘘ばっかりマジで。ブラフ、ブラフの連続。1点取るって言ってたよね美杉くん。1回触るじゃないよね、ほら大学デビューちゃうマジで。美杉全く出てこへんすもん。強烈なタックナイス。これマジで嘘やろ。残り時間ロスタイムだけとなった。いや嘘でしょこれ、ほんまに。嘘やと言ってくれ。ミスギが一度も触っていない。あんだけ注目されていたミスギが、やばめちゃくちゃや。ミスギくん、いついたの、いつの間にあんなシュートをって。打ってないやん。翼くんのおかげだよ。え、僕は自分の才能に溺れていたのかもしれない。いやそらそうやろ、翼くんは次々新しいテクニックを身につけていたのにね。いや自分何もしてへんやん。本当に翼くんに会わなくていいの。うん、今の翼くん、この大会に勝つことしか頭にないの。すごい昭和初期のセンスやな、なんか服が。早苗ちゃん強いのね、うるうる。早苗ちゃん、いやあえや別にええがな。あ、また西南ミラクル、何回やんねんおい、何回やんねんおい。試合多くないっすかこれ。石崎勇者、翼は上がってないけど、まあ、勇者上がったら OK かな。石崎も上がったし、そろそろ勇者のガッツがね結構増えてきてると思われるので、いい感じですね。じゃあ次回頑張りましょう。